刻んでいこうぜ。OTT 前日やけどさ、マジで今回の OTT もただの通過点じゃん。マジで確認というか、 OTT で集大成じゃなくて、これからの自分のための OTT でやって。そうだ、今までそんな様式見たことあります？ないけど、尋常じゃないぐらい汗かいてるけど大丈夫？アップしてたからね。アップしてたね。一回タイム出しときたいなってのも正直ありまして、まあ安心したいというかね。わかるよ、そこの領域まで来ちゃってるって。4分15切りたくて 1500m。 おお。4分15切ったら結構視聴者にマウント取る。いや、だからマウント取んなもんです。いよいよよしき4分15切ってきたかと、言わせたくて、まあ応募したわけなんですけども。なので今日は2分50秒の感覚を味わっていきたいという。なるほどね。どんぐらいだろう、楽なのかちょっときついのか、それによって明日の心構えがまた変わってくると思うんで、まあ、2分50をしっかり一回走って、またどうだったか言いたいと思います。わかりました、はい、頑張ってください。頑張ります。泥棒びっくりした。吉木さんの使わせてもらってます。おう、いいね。昨日発売、買うの早っ。シューズ破綻してる。シューズ破綻してる男。今日もヘミ君は引っ張る。今日引っ張ります。おー、ありがとうございます。2分50設定ぐらいで。ヘミ君の2分50ってさ、てかさ、線ってどっちがいいの、あなたたち。今、わからない。おっ、まさかこれは。それ、わかんないよね。コーチ VS どうなるんですかね、線だと。いや、スピードめっちゃあるもん。待って待って待って、電気が見える、電気が。ピシ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 。4分15切ってきたら勝負あり。勝負あり。おっ、よしきさん、だって目標達成できたら勝負してあげるって。15切ったらやりましょう。あ、じゃあやりましょう、マジで。うん。うわー、どっちだろう、マジで分かんねえ。分かんないでしょ。戦い方も似てるから、お互い最初飛ばして休憩して最後上げるっていう。戦い方めっちゃ似てるよ。似てる、似てる。なるほどね。サムネイルは勝負だけど、ちゃんとしたトライやるみたいな。なるほどね。じゃあ15切ってもらいたいですね。そうですね、まずは15切って、とりあえず僕と戦うテーブルまで上がっていきたいですね。はいはいはい。ヘミ君どれくらいいけそうなの今、戦後だったら。1週間後に試合やるとしましょう。1週間後だったら多分マジで4分15ラインだと思います。悔しそうな顔すんなお前。1週間ちょろっと練習して4分15出せますって言ってんでしょ。そうだよ、クソ野郎が。クソ野郎だって。喧嘩すんなって悔しい。なるほどね。今日はバチバチしないで引っ張り、引っ張りちゃんとコーチして、結果出たら一緒に走ってくれると。いや、楽しみです。今日はプラスイメージで終わるように2分50、余裕持って。もうただの刺激入れって感じなんですか今日は。刺激入れです。やっぱ線なんですかね、その戦後だったら。人によって距離っていうのはバラバラなんですけれども、まあ吉木さんの場合だと1週間前の間に400とかショート系の動き入れてたんで、今日はちょっと長めに 1000m。 なるほど。まあ吉木さんだと2周目3周目あたりで崩れるイメージが強いので。どうしたらずっと止まってるけどこれ。伸ばしてる、伸ばしてるの。ここ伸ばしてる。上げ足とね。ああ、ごめん。すげえ、なんか硬い、肩甲骨硬い人かと思った。違うよね。違う、そこ伸ばしてんのね。ここ伸ばしてます。じゃあ肩甲骨伸ばしてみて。じゃあ肩甲骨か、結構柔らかいんですよ。あ、ほんとは柔らかい。あ、柔らかい、柔らかい。あ、めっちゃ柔らかい。ごめん、疑って。ほら、見て、こっち本命だから。なるほどね。話がそれちゃったけど、はい、2、3周目を意識してもらって、まあ、とりあえず 1000m を余裕持ってっていうのをテーマに。いいっすね、わ、はい、かりました。よろしくお願いします。お願いします。ダッシュで行こうぜ。余裕持ってこなそう。そうだね、行きましょう。余裕持ってこなせるのか、果たして。鼻歌でかい。顔引きつんな、お前。確実にいけるって分かってるんだけど、うん、ゴールし終わった時に、うん、なってるか、なってないかを考えるとめっちゃ緊張する。なるほどね。いつもいいよ。いいですか。じゃあ行きます。はい、よーい、あと。さあ、始まりました。ちょっと 500m 地点に行くので、途中映像乱れますけど、それはお許しくださいということで、皆さん、さあ 1000m 始まりました。ちょっと周回でね、競技場が使えなかったのでこちらで走っております。プラスちょっと見てご覧の通りね、人が多いのでちょっと多少落ちてしまうところあるかもしれないんだけど、
まあ、そこはちょっと考慮した上でということでご覧いただきたいと思います。ちょっと 500m のとこ行きますということで 500m 地点到着しました。よしきとヘミが今走っております。手元の時計が今55、58、59、60、61という感じになっております。まあ、そろそろ400ぐらいってことかな。さあさあちょっと僕も掛け声やっていきたいと思います。70、71、72、80、めっちゃ80、怒られそうこれ、やばい。70って言って多分早いってあの心の中で言ってる。やべ怒られる。さあ次ゴール地点の方に向かいたいと思います。もう少しでね。でもすげえマネージャーっぽいことしようって頑張ったのにね、このミスですから。マネージャーは大変だな。すごいなマネージャーやってる人。そう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 、まあ楽そうには見えますけれども、景色がピタッとついて、いやいいですね、いい家だよ、いい家。なんかねできる2人って感じ。長距離はちょっとゴール地点の方行きたいと思います。さあゴール地点に着きました。一応一周 520m なので多少スタートゴール 500m 地点がずれているという状況でございます。さあそっちなのね、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 ゴールね。ああ笑顔笑顔。でも待って、割ときつい。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。あ、こっちだ。あ、きつかった。めっちゃきつそうや。この後しっかりダウンして動き整えるジョグをしながらダウンして明日に備えるんで。そうだね。もうちょい楽に行きたかったな。ちょっときつかった。何点ですか今の状態だと。4分15、6点。やる気あるかお前。試合出んな明日お前。いや7点8点はもうめっちゃいいっていう感じだった。あ10点満点違うんです。あそう。ちょっとゼロ1個俺多かった、ごめん。60点で、60点ぐらい、60点ぐらい。じゃあそんな感じで今日はふーんって感じで見てください。あとはね、OTT の結果知りたいよって方はまたね動画上がるんで、はい、高評価、チャンネル登録、紫のボタンお願いします。はい、紫のボタン。どこで探してる間に再生時間をこう稼ぐ。あーなるほどね。ヘミがありがとうございました。ありがとうございました。じゃあまた次回の動画で、はい、はい、ありがとうございます。お会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。